笠原徳氏は、日本の歴史学者、鶴門科大学名誉教授、専門は中国近現代史、群馬県生まれ、群馬県立前橋高等学校、東京教育大学文学部卒業、同大学院修士家庭中退、宇都宮大学教育学部教授、鶴門科大学教授を経て、1999年より、南京師範大学南京大虐殺研究センター、 客員教授、2000年より南海大学歴史学部の客員教授を務める。2009年の東京大学学術博士論文は、第一次世界大戦期の中国民族運動と東アジア国際関係、日中戦争初期に起きたとされる南京事件研究者の一人、南京大虐殺記念館の虐殺犠牲者を30万人以上とする見解は、 根拠がなく課題に見積もられているとするものの、場外、郊外、長江岸の中国人軍人の死者も含めた数を10万人以上と推計している。本来は中国近代経済史が専門だったが、1980年代半ばから南京事件の研究を開始し、歴史認識論争に巻き込まれたことで、戦死研究が主となった。現在は、韓国の東北アジア歴史財団や、 ピースボートが主催する国際教科書会議の日本側代表として参加している。笠原が実著に掲載した写真1998年、笠原は前年11月発行の著書、南京事件、スリーショーの扉の写真として、米国のスタンフォード大学、フーバー研究所東アジア文庫で閲覧した、ヒアダ暴行実録に掲載されていた写真を日本兵に拉致される。 河南地方の中国人女性たちのキャプションで掲載した。しかし、この写真は、実際には、朝日グラフ昭和12年11月10日号に、掲載された、我が兵士に助けられて野良仕事より部落へ帰る、日の丸部落の女子供の群れという写真であることが、畑育彦により、産経新聞並びに、諸君、において指摘された。笠原は、 朝日新聞カメラマンが撮った写真を中国国民政府軍事委員会政治部が悪用したものであったことに気づかず自らがご用したとして撮影者の子熊崎玉木カメラマン朝日新聞読者に謝罪し旗に謝意を表したこれを受け岩波書店も同じページに読者の皆様へと題した謝罪文を掲載して出品を一時停止し,し笠原と相談の上で 村瀬守保写真集私の従軍中国戦線の日本兵に強姦されたという老婆の写真に差し替え、初版本の取り替えにも応じた。日本、中国、韓国の研究者が編集した学校副教材未来を開く歴史の執筆者である。下川正春は同書の内容を批判している。博士論文書誌データベース詳細は南京事件論争を参照。 民団新聞2011年11月2日、欧州の教科書対話に学ぶ、韓日中が未来志向で最良の共通教材作りへ、岩波新書、南京事件に疑惑写真、本兵に拉致、実は農作業からの帰路。産経新聞東京有館、P8、破体区彦、南京虐殺証拠写真を鑑定する、諸君。百九十八年四月号。 岩波新書、南京事件の偽写真問題著者と出版社が、謝罪出荷亭、差し替え。産経新聞東京長官、P25、岩波書店、図書1998年4月号、岩波書店、ピアニッシも26から27、後年、村瀬守保写新集私の従軍中国戦線は、東中の修道から、その信憑性について疑義が出されたが、 それについても、笠原は批判、反論している。この件について、伊沢元彦は、こんなことをすれば研究者としての信用度が著しく下がってしまうので、笠原が意図的に行ったとは思わないが、南京事件や強制連行を否定するものは、日中友好の敵という偏見があり、だからこそ検証もせずに、中国から出た写真とキャプションを簡単に使用してしまうのではないか。 と述べている。ありがとうございます。